あなたは昇進しても気にせず気軽に人と話すことはできますか？幕末の動乱期を駆け抜け維新政府代表の一人になった木戸孝允は、現在でいう大臣級の職についても人々との交流を大切にする人物でした。ある時の早朝、後の内大臣平田藤助の邸宅において書生が平田に報告します。木戸様がいらっしゃいました。それを聞いた平田は、木戸本人が尋ねるはずあるまい、使いの者が来たのだろうと思ったら、まさかの孝允本人の登場。突然の政府高官来訪に驚く平田でしたが、必要とあらば自らどこにでも出向き、下の者とも親しく話をする孝允の姿勢に感動したと後に語っています。今回は薩長同盟締結に力を尽くし、明治政府では廃藩置県を主導して中央集権化を進めることで日本の近代化に貢献した木戸孝允について解説します。このチャンネルでは主に偉人の業績と知られざる素顔を発信していくことで、あなたの知識欲を満たします。動画の最後には萩市や京都市にある木戸孝允の関連施設を紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。また今回の動画は幕末から維新直後と情報型のところ特に重要と考えた事柄を解説していますので、この出来事も大事だよとのご指摘があれば、ぜひコメント欄で教えてください。今後作成する動画に反映させていきます。桂家の養子になり、江戸で西洋の知識を身につける。1833年8月11日、木戸孝允は長州藩医、和田正景の子供として生まれ、7歳の時に中級士族、桂黒兵衛の養子になることで、桂小五郎と名乗るようになります。小五郎は、幕末に木戸勘治や純一郎、明治維新後は孝允を名乗りますが、この動画では混乱を避けるため明治までを小五郎、以降は孝允で解説します。小五郎は幼き日から聡明で書を得意としており、藩校明倫館で学びますが、体が弱く剣術修行のため江戸遊学を命じられた学生からは漏れてしまいました。しかし実家が裕福なこともあり、江戸に自費遊学して剣術家斎藤弥九郎の道場に入門すると、わずか1年で塾頭になる優秀ぶりを見せつけています。時あたかもアメリカのペリーやロシアのプチャーチンが相次いで来日する動乱期、海外からの防備は喫緊の課題となっていました。その後、韮山代官江川秀達の従僕になると、関東各国の海軍測量をして海防を学んで、武士だけでなくその土地を知る農民も活用して海岸防備する必要性を藩当局に喧伝します。明治維新後ですら、農民に国防などできるかと差別意識が存在していた時代背景を考えると、小五郎の思考は柔軟であり現実的でもありますね。しかし20代前半の小五郎の見識は国防や兵術にとどまらず、交易による産業振興で長州藩の富国強兵を志すという経済面にも着目するまで広がっていました。そんな小五郎を藩の重役須府正之助は、使えそうなやつだと目をかけるようになり、萩に造船所を開くなど彼の権限を受け入れて富国策を実施し、江戸の情勢を詳しく聞くようになりました。話をすっ飛ばしましたが、小五郎は江戸遊学以前に松下村塾で知られる吉田松陰から教えを受けており、3歳違いの2人は師弟でありながらも兄弟のような関係でした。そこで江戸在学中の孝允は、圧倒的火力とそれを裏付ける技術を持つ大黒に関して松陰と手紙のやり取りをしています。手紙の内容は、大黒の武器は優れているが火器がなければ恐れるに足りません。我が国が手をこまねいているのは残念です。平成改革に関してあなたのご意見を伺いたいというもの。黒船の堂々たる姿に腰を抜かすのではなく、冷静に現状を把握した上で日本の改革を志す合理的な人物像が伺えますね。ちなみにこの時の松陰は幕府と条約締結のため下田に停泊していたアメリカ船に乗り込んで大黒視察を志すという素晴らしい行動力を発揮し、投獄されていました。善悪はともかく見習いたい行動力です。長州内部での権力闘争と攘夷決行。そして1858年、日本と小五郎双方にとって重要な年を迎えます。彼が江戸遊学中に培った知識が評価され、長州藩邸の水筒を検閲する大検使役に抜擢されたのです。25歳での大検使役就任は将来の藩主の大入りする登竜門の一つであり、小五郎は藩内での立場を高めました。
国全体でいうと、次期将軍に紀州藩の徳川義富を推す南紀派と、一橋義信を推す一橋派の間でバチバチする将軍継嗣問題が起こります。小五郎は幕府改革を志す一橋派に期待していましたが、結局14代将軍には南紀派の義富改め家茂が就任し、大老井伊直弼は反対派の弾圧に乗り出します。同年、朝廷の勅許を得ずに日米修好通商条約を締結した井伊大老に批判が集まっていましたが、彼は敵対する大名は隠居、藩士は処刑と厳しい処罰を断行。いわゆる安政の大木ですね。長州藩においては、老中暗殺を図ったとして松陰が処刑されており、小五郎は伊藤博文らと遺体を埋葬しています。1860年、井伊大老が水戸藩脱藩老士らに暗殺される桜田門外の変が起こると、小五郎は実に痛快、ざまあみろと大喜びしますが、もはや幕府改革には期待できねえとも感じていました。幕府は時勢に流されるばかりで、決断力に乏しい取り返するようになっていたため、長州を含めた有力諸藩の提携による国政改革の必要性を感じていたのです。しかし、長州藩直滅け長い歌は、朝廷は上位から開国へ方針転換し、幕府は朝廷を尊重志向部合体して国家安定を目指すという、公開延略策を打ち出すと、藩の方針になりました。これに対して、小五郎は長井庵など幕府の奸賊どもとの謀略でしかないと不信感を表し、過激な尊攘白坂玄瑞に至っては、長井暗殺を主張し出す始末。公開延略策は現実的な方策に感じられますが、井伊体制の刷新が行われていない以上、公務修繕などありえないと考えたわけですね。長州の国政参画どころか、藩内統一すらできていないありさまでしたが、坂下門外の変で公部合体派の老中安藤信正が負傷の末に失脚し、島津久光が上京したことを契機に流れは変わります。提携相手の安藤を失い、薩摩藩の政局の離脱に押された長井が失脚の末切腹に追い込まれたことで、長州は攘夷を唱える孝明天皇の意を汲む、王直攘夷に反論を転換。勢いづいた長州は、まず失政を清算してもらわんとなぁと言わんばかりに、幕府に強硬な態度をとっていきます。攘夷祈願を目的とした鴨神社行幸の将軍随従に、攘夷期限の確定など、言うだけなら簡単だよなという要求をガンガンぶっ込んでいくのです。進退極まった幕府は、1863年5月10日を攘夷期限にすると、待ってましたと言わんばかりに長州藩過激派は異国商船を次々に砲撃しました。いきなり砲撃されてわけわからんが、ひとまず話をしようとボートに乗った交渉役も構わず銃撃し、鎖国中に友好国だったオランダ船も断じて砲撃する長州。完全に調子に乗っているとしか思えません。まあ、後にしっかり報復されるのですが、それはまた後で。長州藩の転落と上昇への道のり。祖父や小五郎は、朝廷の意向に沿って攘夷を行うことで国内を統一しようと考えてはいましたが、本気で攘夷実行が可能とは思っていません。二人とも開国の必要性は認めていたため、攘夷はあくまで国内をまとめるための名目であり、情勢安定と国家体制の改革を手段としていました。しかし、蓋を開けてみれば、名目だったはずの攘夷を真に受けた草から過激派は勢いづき、藩中央も引きずられてしまいます。そして異国船砲撃の結果、戦争につながりかねない過激行為に天皇はドン引き。しかも、長州が過激派の公家と連携して攘夷を求める態度は、朝廷秩序を乱すものと立腹します。そこで、天皇の意向を受けた薩摩や会津協力の下で、過激派の公家は三大禁止、長州は境町御門の警護任務を解かれ、京を追放されました。いわゆる、8月18日の政変です。政治主導権を完全に断たれた長州の惨状を見た小五郎は、まずいまずい長州が孤立しとるやんかと焦り、長州復権のため諸藩の協力を得ようと動き出します。しかし、1864年6月には京都の池田屋で会合中の志士を新選組が襲撃。松下村塾門下生の吉田利丸を含む7人を殺害し、23人を捕獲する池田屋事件が起こりました。小五郎も会合に出席予定でしたが、帝国前に赴いたため同志が集まっておらず、ひとまず対馬別邸に滞在していたところ襲撃が起きたので、危うく難を逃れています。運命に生かされたというか、まさに紙一重。
幕末の時代に志を持っていた人たちは常に命がけですね。そして事件の影響で藩内で直接行動による京都奪回を狙う新発論が強まると、翌1864年7月長州は1600名もの兵を率いて京都に向かいます。結果は周知の通り、薩摩や会津と御所付近で激闘を演じた草川自害。長州は復権どころか御所に向かって発砲した朝敵になる絶望的な状況に追い込まれます。いわゆる禁門の変ですね。そりゃあ大軍率いて京都に向かえばそうなるだろうって気がしますが、長州も必死だったんですね。その頃我らが小五郎は京都で何してたのかというと、鳥取藩との交渉に当たっていました。しかし鳥取の援助引き出しに失敗すると、戦火を避けて京都に潜伏します。厳しい残党狩りが行われる中、孤立無援の彼を救ったのが後年妻になる芸者の幾松でした。握り飯を持ってきた幾松と三条大橋の下で仰せしたというのはこの時期の話ですね。翌年、田地前寿司の商人広戸仁助の助けで京都を脱出した小五郎は伊豆市に潜伏し、幾松も幕府の手が届かぬよう下関に身を隠しました。彼が逃げの小五郎を演じている間、長州を取り巻く状況は大きく変化します。禁門の変後、朝廷は長州藩主毛利高知家父氏の官位を剥奪し、幕府は長州征討を決定。それに加えて昨年のお返し茶と四国艦隊が下関を襲撃したのです。まさに泣きっ面に蜂ですね。自業自得感も凄まじいですが、英仏蘭米の火力の前に長州の砲台は次々撃破され敵の上陸を許す敗北を喫しますが、高杉晋作の策謀により異国船砲撃の責任を幕府に転嫁することには成功します。長州征討に関しても全権委任されていた西郷隆盛との交渉の末、藩主不死の蟄居に家老の首級差し出しなどの条件を飲むことで戦闘を避けることができました。そして当然の流れというか、幕府強順派の無垢なし唐太郎が実権を握ると、三家老を切腹させて幕府に謝罪し、祖父は失政の責任を取り自陣しました。小五郎にとっては江戸留学以来常に共同してきた上司を失う出来事でありましたが、いわゆる俗論派の慎重に待ったをかけたのが騎兵隊を率いた高杉晋作。高山寺で決起した高杉ら正義派は内戦に勝利して藩の実権を握ると、無垢なしは処刑され、伊豆市で情勢を静観していた小五郎も帰藩して家老の参謀職である要談役に就任します。31歳で藩政を主導できる立場を得ると、藩主高近に京都の元凶破備充実の必要性を説いて、長州藩処分の否定と幕府との対峙を藩の方針として決定しました。とはいえ長州一般では幕府にボコスコにされる可能性があるので、諸藩からの支持を得ようとした小五郎、その有力候補が幕府から距離を取り始めていた薩摩藩でした。そこで土佐藩の中岡慎太郎や坂本龍馬を介して薩摩と武器購入に関する交渉を成立させると、薩摩名義で銃や蒸気船を購入して幕府との対決に備えることに成功。幕府は藩主不死を蟄居させよとの命令に従わない長州の再征討を考えていましたが、反対する藩も多いなど足並みは揃わず、薩摩も征討には加わらないとしていました。そして1866年1月、伏見で薩摩の小松立脇や西郷隆盛に大久保利通と対面した小五郎は、六ヶ条からなる薩長同盟を締結します。幕府と長州が戦いになった際、薩摩は藩兵2000人を京都に登らせて、勝敗がどうあれ長州の冤罪を晴らす努力をすることなどが定められました。そしてついに第二次長州征討が起こると、準備万全の長州軍3500は幕府軍10万5000を迎え撃ちます。薩摩は不参加とはいえ、数字だけ見ると勝負にならなさそうです。ところがどっこい、蓋を開けてみれば長州の大将、近代兵器を備え大村益次郎の三兵戦術を取り入れた長州は士気高く、幕府軍との戦闘で勝利を収めたのです。翻って幕府は盛況で知られる肥後藩の活躍で一度は小倉口で戦勝を収めるも、幕閣との内輪揉めにより肥後藩は戦場離脱するなどグダグダの極みでした。そこに来て大阪にいた将軍家茂の死去、幕府はこれを機会に長州と休戦し兵を引きますが、事実上戦に負け、諸藩の統率力を欠いた幕府の権威は失墜しました。長州の復権と新政府の参画。
さて、小五郎は戦後に薩摩と互いの協力を確認し合うことで一層関係を密にすると、この頃から本格的に幕府に代わる新政権樹立を構想し始めます。新将軍慶喜は文治改革ばかりで国内統制に消極的、諸藩は独自に軍事強化と国内の割拠状態を憂いた彼は、朝廷の下で団結する新国家樹立を想定するのです。1867年5月、薩摩藩主の父島津久光が、従来の幕府体制から朝廷の下での諸侯会議体制への転換を主張しますが、慶喜が拒否したため、薩摩は武力倒幕に傾きます。反対に、土佐藩の後藤象二郎らは大政奉還後に幕府改革を行う方針を取りますが、小五郎は大政奉還後に武力動員で幕府を完全に抹殺することを想定していました。朝廷では前年崩御した孝明天皇に代わり14歳の明治天皇が後を継ぎますが実権はなく、後部合体論者の孝明天皇を失った幕府は大きな痛手を負います。勢いづく薩摩長州両藩は中山忠康ら公家から倒幕の密勅を得ると武力倒幕を実施しようとしますが、慶喜は大政奉還を上表して棄権を制したので倒幕派は一時減退し派兵は中止というのが今までの通説で、慶喜の政治力すげえなという感じでしたが、現在は否定されています。実は大政奉還以前に両藩はすでに出兵を延期しており、倒幕の密勅は武力路線継続を薩長の国元に示すために手に入れたものと考えられています。大政奉還がなされたとはいえ、西郷や大久保に公家の岩倉朋美は慶喜に対する疑念が拭えず、12月9日王政復古のクーデターにより慶喜抜きの新政権を樹立させます。この頃の長州は政権に参画したいものの、12月8日に藩主不死の復権と入京を許されるまで公的には朝敵扱いだったので、情勢の推移を見守るにとどまっていました。しかし復権により長州も兵を率いて入京。小五郎は長州にとどまりながらも新政府の正当性を得るために備前藩などから協力を取り付けようと奔走しています。徳川宗家が政権に参画しない体制を志しながらも、多くの藩から支持を受ける新政権をなんとか築こうと苦労していたのでした。明治新政府の主要メンバーに加わり改革を断行する。1868年1月、旧幕府と新政府の間で鳥羽伏見の戦いを端緒に戊辰戦争が勃発すると、35歳の高吉も京都入りして総裁局顧問に就任。政府中枢に食い込みます。新政府樹立となりましたが、藩士たちは現在の身分では宮中に入ることができず、京都には老衆に凝り固まった公家がうようよいるため、彼は大久保岩倉と大阪戦闘を画策しました。結局、諸侯や公家の反対で実現はしませんでしたが、大阪新政を名目に天皇を一時京都から離すことには成功します。これが東京天との第一歩となるわけですね。参議に就任した高吉は、五箇条の御正門政策にも大きく関与し、百合君政や福岡高親が起草した草案を最終確定すると、明治天皇が神々に誓う形で今後の国政方針を宣言しました。高吉は第一条の烈公会議を謳った文言を広く会議を起こし、万機公論に決すべしに改定することで、公家どころか大名の政権排除に負わせます。公論とは世界情勢を理解し将来を見定めることができる人々が議論して出した結論であり、身分で固定化された集団ではいけないと考えたのです。1869年1月、薩長土肥四藩主は家臣である藩士たちに促されて藩籍奉還を上表すると、他藩も次々に続き、藩主は地藩士となることで一地奉還に位置づけられます。これにより、藩主と家臣の主従関係や、大名の領主権が制度的に否定されました。高吉としては、中央集権化を進めるため廃藩置県をすぐにでも実施したい気持ちがありましたが、反対意見を踏まえ、全身的改革を志す大久保らの手前強く主張することはできません。実際に、兵庫県知事伊藤博文が廃藩置県を権限したところ、反対派から強い批判を受けて降格に至ったこともあり、高吉は地藩時の世襲廃止を決定するにとどまりました。改革が思うように進まない高吉は参議を辞職しますが、大蔵省には大隈重信や伊藤に井上薫と木戸派の官僚が要職について、徴税強化や藩札藩債整理などを行います。
あくまで急進的改革を志す高吉や木戸派の官僚と大久保や広沢実臣ら前進的改革派は対立を深め、高吉が推薦する大隈の参議就任を大久保は辞表を掲げて抵抗しました。聴衆内でも反乱が起こるなど、反政府勢力も数多く存在する中、政府内部で争っている場合じゃねえぞという感じですね。しかも大久保木戸両人を仲介していた広沢が何者かに暗殺されるという凶事が起きる災難続き。そこで求心力がありながらも戊辰戦争後に燃え尽きて帰郷していた西郷隆盛を急ぎ上京させると、参議に迎え入れて薩長の結束強化につなげました。ここで世界に目を向けると、1870年仏仏戦争が勃発していましたが、高吉はどちらが勝ってもアジアに進出するだろうと危機感を覚え、ますます中央集権の必要性を実感します。そして1871年、薩摩長州と佐野三藩の兵力提供により戊辰兵を設置して政府を守備する力を手に入れると、同年7月廃藩置県を断行し、政府が地方も支配することを全国に示しました。当初藩からの抵抗は大きいと思われていましたが、実際はほとんど抵抗なく政策は実行されます。多くの藩は多額の借金問題に頭を抱えていたため、廃藩置県により政府が藩の借金を肩代わりしたり、士族への給料を支払ってくれるというのは地藩時にとっても渡りに船だったのです。ちなみに戊辰兵設置後も大久保は廃藩置県は時期尚早と考えていましたが、高吉は辞職をちらつかせながら西郷の指示を取り付けて意見を通すと改革案を実行したのです。長州を取りまとめていた軌道をやめさせられるかと大久保が待ったをかけることを見越した政治的判断ですね。また最近すっかり影が薄かった幾松ですが、維新後正式に高吉と結婚すると木戸松子を名乗るようになっています。総工の妻は同より下さずとは言いますが、東京で暮らすようになった2人は共に主演に出席したり、共に療養先の箱根に赴いたり、仲睦まじい関係でした。岩倉使節団での衝撃と長州総帥の最後。この頃幕末に締結した条約改正期限が迫っていたため、政府では欧米列強と協議する使節団の派遣が模索されており、1871年、高吉は38歳で岩倉使節団の副使として要綱します。以前伊藤博文の動画で語った通り、条約改正交渉は失敗し、木戸伊藤の仲も一時険悪になるなど良いことなしに思えましたが、イギリス視察は高吉に大きな感銘を与えました。王室が財産を蓄え、状況に応じて国民に金品を下賜することで権威を獲得していること、輸出入高が米独と比較しても群を抜いていることなど学ぶことは多かったのです。いや学んだ学んだ。さて今後の日本建設にどう生かすかと、8ヶ月の要綱を終えて帰国すると、西郷を使節として朝鮮派遣を行う政官論が政府で台頭しており、仰天します。高吉は恩賞や待遇の不満がくすぶる不平士族のはけ口としての対外戦争など国を疲弊させるだけだと反対し、岩倉たちと共同の末、最終的に使節派遣は中止させました。しかし政官派の西郷や板垣退助に江藤新平などは政府を下野、いわゆる明治6年の政変ですが、その後政府は大久保内務卿による一強体制が確立します。高吉は要綱中から体調が悪く、イギリスでは外出を避けて療養する日が続いていましたが、帰国後は政官論争による辛労も重なり、頭痛に体のしびれと満身創痍の状態でした。とても働ける体調ではないのですが、佐賀の乱勃発により大久保が現地へ急行したことで、高吉は参議内務卿代理に文部卿として政務に当たります。仕事が増えとるやんけ。その後西郷継道の独断で台湾出兵が実施された際も、高吉は政官論の時と同様に反対します。しかし政党後の速やかな徹底方針に関して、古代の伊藤や山形が従わないなど、統率力の低下も見られるようになっていました。台湾出兵はあわや日清開戦かというところまで両国の関係が緊迫しましたが、大久保自らの交渉により辛くも戦いは避けられました。しかし高吉は本来市井の人々の状況を鑑みて、地方振興や民心安定のため租税を使うべきところを軍費に費やすとは何事やと政府に反省を求めて辞職してしまいます。彼は維新直後から人々の生活安定に注目しており、
不平士族の反乱も地租改正反対一揆も維新の恩恵が十分国民に行き渡っていないことに原因を求めていたのです。そこで三条実美や岩倉たちに地方の租税を軽減して各県の状況が等しくなるよう望むと権限すると、その甲斐あって価値租は 3% から 2.5% へ軽減されました。竹槍でドンと突き出す二分五輪というやつですね。実際には二分五輪でも不満を述べる人は多かったようですが、さて高吉が政府を去っていた時、元参議の頂きは今の政府は少数のものが好き放題やっている有志先生と批判しており、大久保らも多様に苦慮していました。そこで1875年、大久保木戸板垣らが集まり大阪会議を開催すると、板垣や高吉が求める段階的な立憲政治体制の樹立、両人の政府復帰が決定されました。それにより全治立憲政体樹立の御事乗りが発せられると、国会の準備機関たる元老院や最高裁判所たる大審院設置に府県長官を召集する地方官会議を開くことになります。しかし岩倉は元老院設置に反対して出資を取りやめ、板垣は急進的改革を叫び結局下野するなど、政府はまとまりに欠けており、高吉も翌年参議を辞職。とはいえ立場を形式的に維持するための職内閣顧問に就任すると、天皇の東北巡行に付しますが、地方振興と宮中改革を権限して辞職を願い出ます。彼の心には体調悪化と政府への不満と様々な考えが浮かんでいたと思われますが、結局内閣顧問はそのまま宮内省出資により宮中での仕事を得ます。しかし彼の立場は薩長均衡を保つ名目的なものになっており、もはや政府方針に直接関与することは少なくなっていました。そして1877年2月、西郷隆盛を名士とした西南戦争が起きると、薩長合同で維新を成し遂げたが、現在の西郷の状況は語るに忍びがたいと日記に記しながらも早期鎮圧を主張。しかし西南戦争の終結を見ることなく、高吉最後の時はやってきます。同年4月には外出できないほど体調が悪化して天皇の見舞いを受けますが、5月26日逝去。享年45歳。体を蝕むがんにより意識が朦朧とする中で、大久保の手を握り、西郷もいい加減にしないかと西郷と政府の両方を案じながら散ったと言われています。現在は多くの勤労の志士たちが眠る京都梁山母国神社境内の梁山墓地で妻松子と共に眠っています。本日のまとめ。木戸孝允は範囲の子供として生まれ桂家の養子になると、郷里で漢学や剣術を、江戸では西洋事情を学び、長州藩内の西洋通として頭角を現します。池田屋事件や禁門の変と命の危険を感じる経験を何度もしながらも、長州のため引いては国家のために薩長同盟をはじめとした他藩との連携強化に力を尽くしました。明治維新後は体調不良に悩まされながらも、廃藩置県や岩倉使節団副使と政府中枢で重要政策に関わりますが、病気により西南戦争の結末を見る前に散りました。しかしながら自身が育てた伊藤博文や大隈重信などの人材は将来日本の舵を取ることになり、高吉は後の日本にも大きく影響を及ぼしたのです。この動画をご覧になったあなたは木戸孝允をどのように評価しますか？ぜひコメント欄で教えてください。特典パート。今回は木戸孝允の故郷山口県とゆかりのある京都市を紹介します。まずは萩市にある木戸孝允旧宅です。高吉が20年間過ごした木造瓦葺きの家の中には、貴重な少年時代の手習いの書が飾られています。その知名度ゆえか、近くの青木修介旧宅と比較しても観光客で混み合っており、木戸人気が伺えます。次は木戸神社です。高吉が山口市で過ごした邸宅跡地に建立された神社であり、御祭神は当然木戸高吉公。他の観光地から外れていることもあり、人気がない静かな環境でお参りすることができます。近くには初代司法大臣の山田昭義旧宅跡もありました。最後は京都市にある京都梁山母国神社です。神社には近代日本の戦役で亡くなった人々が祀られており、隣の梁山墓地に足を踏み入れると著名な勤労の志士の墓が数多く並びます。坂本龍馬や中岡慎太郎、高杉晋作や草加玄瑞と幕末ファンにはたまらない場所かと。
木戸孝允の墓は墓地の一番奥にあり、松子夫人と並んで墓石が立っています。近くにある霊山歴史館では幕末の偉人たちの遺品を見ることができます。個人的には七教落ちの際に三条実富が履いたわらじの展示が興味深かったです。いずれの都市も見応えのある観光地が他にもたくさんあるので、ぜひ一度訪れてみてください。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。